ベールサイド製のエアロパーツを装着したトヨタのスープラベールサイドは日本の自動車チューニングショップ、茨城県つくば市に所在する。社名の由来は代表である横幕広志直の名字を逆さにして英訳したもの。主に車用の特徴的な外装フルエアロキットのメーカーとして知られている。また、自社パーツを装着した車両が富士見模型。 チンタオ文化教材者といったメーカーからプラモデルとして、いくつか、キット化されている。チューニングは外注で行っているなどの噂に対しては、自社ファクトリーを近隣に持ち、塗装からエンジンパーツ組み立てまで、そこで作業しているが、ブランドイメージの構築や、華やかな部分だけを見てほしいという自身の思想の関係から、その存在を隠してきたと、横幕自身は発言している。 主に国内スポーツカーの外装エアロパーツが主力商品である。また、ランボルギーニやベントレーなどの日本国外の高級スポーツカーのエアロパーツも販売していた。かつては外装以外のチューニングも手掛けており、RB26 デッド搭載で1300馬力を発生させたスカイライン GT-R の製作や各地のドラッグレースに参加し、レコード記録も残したことがある。 映画ワイルドスピードシリーズに同社のエアロパーツを装着した車両が多数用いられたことで日本国外での知名度が高まったが開催当初から毎年出展していた東京オートサロンには2015年以降参加はしていない現在でもユーザーからのボディキットの受注に応じて車両の製作等を行っているオプション日誌2001年7月号81から84ページ 04クラブ直線番長、ベールサイド特集、ベールサイド最速への挑戦状、受け付けますより。83ページの記述によると、ブランドイメージの構築を理由にファクトリー、デザインスタジオの存在を隠していたが外中の噂に対する反論として取材を受けたという。84ページでも、苦労や油臭さは、かっこいいとは思わないので隠しており。 ショールームの夢と憧れのチューニングと1、100秒の勝負の世界だけを見てほしいと語っている。ありがとうございます。